人間の周りで起こる困った事件、それらはすべて妖怪の仕業です。しかしあなたは知っていますか？世の中にはそんな妖怪の方を困らせてしまう人間がいるのです。そのような人間たちが集まっている場所、それこそが桜台一小学校魔の5年1組なのです。なんてこっちだよ。おい、うちくまだ。取り付いた人を物知りにしてうちくばかり話させてしまう妖怪だにね。おい、うちくま。君たちかくも。どうかしただに？あれを見るくも。なんちゅうかこう、形といい、質感といい、相変わらずデンジャラスな物体ですな。どこ見てるクマ？もっと叫クマ！お？あの男子、恐ろしいオーラを放ってるクマ。もう隣の席の高橋くんですな。高橋？それがあの悪魔の名前クマ？いや、悪魔ってのは言い過ぎじゃないかな。そりゃ高橋くんはいつもデタラメばかり言うってことで、我が5年1組の間でも有名人ではありますが。5年1組？5年1組が何か？聞いたことがあるクマ。え？妖怪を上回る力を持った小学生が集まる魔のクラスがあると。それが妖怪都市伝説桜第一小学校魔の5年1組クマ。その噂だいぶ広がってるみたいだに。だね。でたらめを言うなんて僕にとって最も許せない行為クマ。僕がきっちり正しいうんちくを語らせてみせるクマ。おはよう。おはよう、タクッチ。あ、おはよう。今だクマ。働きアリの2割は仕事をサボってるクマ。びっくりクマ。僕の言う通りに言ってみるクマ。知ってる？働きアリの8割は仕事をサボってるんだ。つまり働きアリじゃなくて働かないアリってわけ。へー。